ても多分重くないんですよ。重くないんですけど、ただ重いっていうか重くないんですけど。
画面で。この辺にあって、今日はどこまでやれるんでしょうか。この鍵がついてるところですね。これが一体どれくらいあるのか。これも土の袋なんですよね。網ね。土の袋なんですよね。この作業は見たいんだよな。これで今日は帰ろうかなと思います。こうやって作業員さんが来てるわけです。これはですね、東電福島第一原発事故の後、横須賀市立の学校の側溝、ドブの中の、泥ですね、ここで、放射能が高いっていうことで、分けて置いていってくださいっていうようなことをやってたんですね、市が、教育委員会が。で測定、空間線量測定、放射能の測定をして安全ですと言いながらも校庭の土に戻さないで学校に別枠で保管してきたということで、今体育館の裏に置いていた場所が1箇所と、今運んでる場所はね、学校の校庭の奥、うさぎ小屋の裏に、何袋あったっけ、たくさん、何袋あったっけな、忘れちゃったな。何百袋もあったので、それをトラックに積み込んで、市が委託した業者、市がお金を払って雇っている業者さんですね、がトラックに積み込んで学校から搬出します。で学校から搬出した後にどうするのかっていうと、それを、田中石材っていう業者さんが道路の埋め戻し台に使うと、再利用する、リサイクルするっていうことなので、私たちはそれには反対しています。放射能が含まれている土を道路に拡散してしまうということです。で放射能濃度測定、ベクレル測定っていう、のもしてないので、安全だかははっきりわからないということです。ちょっとここを通して、どんなのこしっとしてるか。こうやってやると分かりやすいかな。これを監視しています。この作業を私たちは監視しています。去年2017年か去年2018年だから去年2017年にだったと思うけど、横須賀市立学校43校原発事故後に、除染基準値っていうのを市が定めてるわけですけれども、その除染して、空間線量が高かったもの、放射能が高いという
いう学校敷地内の汚泥を学校にずっと埋設してたわけですけど、それが学校外に搬出されて上下水道局の下町浄化センターっていうところに全部搬出されて移動したんですけれども、その時にこれがやりっぱなしになっていたということなんです。その、ね、放射能含まれてる土を全部持ってったよっていうことを市は発表したわけですけれども、まあ、市民には非公表で下町浄化センターに持ってた量よりもずっと多い量が各学校に内緒で保管されてたってことが分かりました。これは保護者とか市民には全然伝わってなくて、私たちが独自入手したので情報を市と交渉しながら監視してます。今回は、まあ、全校ではなくて予算の関係で3月15日まで6校を予定していまして、田浦小学校、豊島小学校、ちょっと順番忘れましたけど、沢山小学校なんだっけ、これがしおり小学校でしょ、辺見小学校、本当どこだっけな、忘れちゃった。ツイッターをたどってくだされば書いてあります。これ6校目なんです。走り水小学校、今のとこ全部小学校なんですね。でこの前ですね、この前金曜日に教育委員会の学校管理課この件をの担当の学校管理課っていうのが教育委員会にあるんですけれども、その人たちとあと市会議員の神奈川ネットの小室孝恵市議と一緒に学校管理課にいろいろ質問をしたんですけれども、その時に原発事故後にこうやって学校に保管していた土汚泥ですね、それを風感染量が低いから学校になぜ戻さなかったんですかと私は聞いたんですね。市は空間染料で除染基準に満たしているか、除染基準よりも上か下かで安全か安全でないかをピッチリ分けているので、私はそれはいいとは思ってませんけれども、のはずなのになぜこうやって保管していたのか、全部空間染料で安全だということ、そして予算を6校で100万以上かけてやるっていう、全校だったらものすごいお金になるわけですよ。でそれはどうしてなのかっていうふうに聞いたら、安全面でも校庭の真ん中にとか校庭にばらまくわけにはちょっといかないと思った、さらに保護者市民感情にも配慮したっていうことなんですが、しかしこれを引き受けてくれる業者さん、この人たちは運搬業者です、この人たちではないんですけれども、委託業者さんが見つかったので、その人たちにお金を払って引き取ってもらうっていうことを決めたということなんですけれども、少なくても安全上にも問題あるというふうに認識してたとしか思えない方針で学校に保管してたわけですよ。それもしかも子どもたちの立ち入らない場所に、名目はですけどね、全然立ち入ると思うんですけど、普通に立ち入る場所にも入れてある、立ち入らない場所にも入れてある、各学校バラバラで、原発事故からどんどん過ぎてしまってからは置き場所が本当になくなって、子供がいる場所に置いてるってこともありえると思うんですが、それなのに業者さんに引き取ってもらって
道路の埋め戻し材にするっていうのは、まあ、すごく矛盾してるんじゃないかということで、あのピースムーブ横須賀では安全かどうかは測定しないとわからないということで、ベクレル測定しなさいっていうことをしてくださいっていうことを要請しました。質問と要請をしました。これがですね、全く話題になってなくて、というか全然情報提供も市がしてないので、ものすごい数が埋められてたり置いてあったりするわけですよ。ここでどれくらいあるのかな、300ぐらいあるのかな、土の袋。1キロ以上は、1キロぐらい、あ、1トン、ごめんなさい、1トンね。1トンあるっていうふうに市は計算してるみたいなんですね。1トンか。今この運搬業者さんね、今ね、その速攻清掃路、2011年からずっと貯めてたもの、11年12年ぐらいからですね、貯めてたものを、土のう袋に詰めたものを、まあ、一生懸命土のう袋から外して、このトラックに慣らして入れて運搬していくっていう作業をしてるわけです。一応市の計算、業者さんと市の計算では今日は1日では終わらないだろうというふうに踏んでいる。2日3日かかる、3日かなかかるっていうふうに言ってるんですけども、もっと短くなる可能性もあります。ということで今日はちょっと監視は終了します。あとで他の人が来るかもしれないですけど、ちょっとわからないです。一応監視終了、まだ作業終わってないんですけど、この土のう袋こんな感じですね。それでここ体育館なんですけど、子供の声聞こえますよね。より連合体育振興会倉庫なんて書いてあるじゃないですか。ここは学校なので、先生、花水さんとうまく体育館で地域の人たちが使ってるんですね。いろんなスポーツ施設の人、スポーツ関係の人たちが。体育館の入り口がそこですよね。今業者さんがちょっと見えると思うんだけど、でこのね、なんていうんですか、ここの辺、今ちょっと私が行くけど
過去のアーカイブ見てもらうと分かるんですけど、ちょうどですね、見えます？この辺に60袋くらいの飲み物袋が置いてあったんですよ。ちょっと近くがあるので、この辺にこうやって置いてあった。映ったかな？ちょうど今映してるとこですね。ここにこんなところに置いてあったわけですよ。だそうです。さっきちょっと見ました。でこれがもう置き場所に困ったっていう風にさっき言ってましたね。ジムさんとか事務員の人とか教頭先生は言ってました。ちょうどいいね。ここの塩入小学校っていうのは、塩入駅からすごく近いところで、立地がいいので、2011年 の、 時に11月かな、年末ですね、放射能の線路を埋めた時も、除染した時、除染して埋めた時も、それを掘り起こしてサンプル採取した時かな、もう私は行きました。そこの埋設地が今どうなっているのか見てみましょう。それはですね、ここです。見てて、て何もなくなったんですけれども、ここに放射能の汚染土が埋設されてたんです。ちょうどここですね。で、当時教育委員会が来る前は測定して、この鍵付きの場所に置いてあったんです。やっぱりそうなんだよね、見えるかな。それでこの鍵付けの場所なんですが、見にくいな、見えるかしら。ずっと奥まであるんですよ、これ。ずっと奥、この奥がさっき一番最初の方に、途中から見た人は分かんないかもしれないけど、今回速攻清掃土が置いてるあるところにつながるんですね。一番奥が鍵付きで入れないところ、そこは子どもたちは入れなかったはずです。速攻清掃土、最初はね、ここのこの辺に置いてあったんですね。2011年、そうですね、はい、だということですね。この辺に置いてて、それで2011年に当時の校長先生に、見に来ましたって言ったら最初断られたんですけど、延々と説明して、私いろんな学校に回ってると、でこれを見てちゃんと記録したいっていう、知りたいっていうことで、それから、いろんな学校回って、結局は最終的には全校回って、埋設校全校ですね、いろんな要望をしてきたわけなんですけれども、ちっちゃかった、ずれてた、こっちだった、大変ですね。ここに埋設されてました。ということで、じゃあちょっと校長先生と校長先生に挨拶。
ございました。ちょっとまだ途中なんですけど、帰ろうと思ってます。長いのでまた来るかもしれないですけど、そしたらまた連絡行きますね。はい、今日もう何日もかかりそうなって言われてますもんね。あ、大変ですね。ずっと貯めてたってことなんですよね。そうですね、あそこ置いてありましたね。ああ、じゃあ置き場所に困ってるっていう感じはありましたか。でも最終的に体育館の脇にも置いてたってことなんです。最近ですね。あちらだったんですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、どうもお疲れ様です。今ね、今回の教頭先生と校長先生すごい感じよくて、去年かな、あ、一昨年か、この学校のサンプル採取、まあ、土壌をベクレル測定一部するっていうのがあった時に来た時には、まあ、教育委員会が時間とかはっきり教えないような、まあ、ひどい対応してくるんですけれども、まあ、見に来ましたって言ったら、外で待っても、じゃあ外で待っててください、何時に来るか分かんないですけどねとかって言われたんですよね。ということで今日は今11時10分ですね。ちょっともう一回最後見てみよう。まだやってますよ、ほら、まだやってる。1週間って今言ってましたね。やってますよ。はい、ご視聴ありがとうございました。また引き続き、今日はちょっとわからないですけれども監視続けたいと思います。ご視聴ありがとうございました。そうですね、こういうことは秘密でいろんなことしてると思います。で、当時の先生たちが知ってたり、用務員さんが知ってたり、こういう委託業者さんが知ってると思うんですけれども、水がなんだこの水、まあそれを発表しなければわからないことですからね。放射能の問題を曖昧にしてるってことは私たちの安全にもつながるわけで、学校から搬出すればいいっていう問題でもないですし、学校に置いてあったのが本当に安全だったのかっていうことも非常に疑問が残ると。もっときちっと管理する方法だったりとか、適切な方法をいろんなところで考える必要があったと思いますね。素人的な教育委員会の、まあ、何人かの人たちが考えるっていうので良かったのかどうかっていうのは、まあずっと見てきて全然ぐちゃぐちゃやり方が行き当たりばったりっていうのがあって、まあ、これまでもいろいろ問題は、まあ、書いてきたり議員さんに知らせて議会でも追及してきたんですけれども、これからもしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。監視は続けます。